で、なんかこれ座る、なんでこんな吹き出しみたいになったん？いや、座れんやろ。ステージ11、刺激と海と太陽と。これは？ウンベルのんびりしたいのに視界をちらつく刺激たち、心臓が持たない。この辺の、全然取れねえな。なんだなんだ？え、何をすればいいんだ？ボールゲットしたよ、なんか。ボール。歩を持ってどうするんだろうか。え、なんか来た、女の人。ボールで一緒に遊ぼう的な？そんなん声かけてくるかね。じゃあ他。他になんかさ、てかなんでそこの、はっ、スイカスイカ、あ、これスイカ割りしようや、スイカ割りね、スイカ割り、こっち行こって。なんかあいつが勝手に食い寄るだけになったんやけど、かぶる、いや頭おかしいあれでも逆にあれか、頭おかしそうやけん、ちょっと誰も近寄ってこん感じそういうこと、うん、何怖い。お、まさかのラブレター。え、僕にラブレター受け取りたいけど心の準備が。受け取りくらい受け取ってやれよ。その場で返事せんでいいんやけんさ。果たし状？え？何？果たし状ゲットしたよ、なんか。え、これ、そんな。ほら、相手の子イライラしてきとるって、足。え、あ、真っ白になった。え、でも、ラブレターを私に来るぐらいやったら、こういう感じの男の子ってことぐらい理解してそうやけどな。違うん？とりあえず、果たし状ゲット。はっ！これはこれでダメか。でも他になくない？ペン、ペンを持たせて、なんだ？あー、なるほどなるほど、お前にじゃねえよってこと。それを分かりやすくしてくれたら受け取れる。悲しいな悲しいな。なるほど。でも意外な感じやね、ああいう女の子が。ステージ13、男のサガ。ゲーム&ブック。リリー・ルージュ。これは？行きたいお店の隣にあのお店が、見ちゃいけないような、見たいような。それはなんだ、どうすればいいんだい？普通にスッと通ればいいんじゃないの。アイドル育成ゲーム限定コラボ。なんでこんな並びなんやろうね絶対通りづらいやん、そんなん。とりあえず服をゲットしたけど、あ、これをこう着せて進む。誰？何？同級生？あ、これでいいのね。なるほど。下着が見えなければ OK と。ステージ14、脳内ヒーロー。どういう状況？あの子が危ない。助けなきゃ。助けてかっこいいとこ見せなきゃ。ふんふんふん。今はペンは必要ないのか。取れそうなものはないらしい。あれ？その後ろのでっかい定規も取れんのんやね。モップ。
男の子が加勢してくれたけど、どうこれで2対2対2じゃないね、女の子敵じゃないねえ、でもどうこれで、なんか後ろにある、男の子の後ろになんかあるよね。あ、これで OK、 助けた。え、いいのこれは成功、失敗。なるほど、やっぱ自分がかっこよくならんといかんのやね。ふんふんふん。なんかこの後ろになんかあったんやけどさ、のけよ。のけよな。じゃ、君が持つ？これでいったらどうなる？ほら、これなんかあるんやって。取れんのか。ああなるほど、脳内ヒーロー、夢の世界の話ね。うん、他に何か、椅子関係ないな。ね、ここなんか一個だけピンクのあったよね。あれ本かな、気になるんやけど。何も取れそうにはない。ちょ、君も抜いてくれないかな。え、これはなんで関係ないの絶対なんかできそうな感じで置いとるのにね。え、中に入ったぞ。え、それは全くたす、あ、これ取るんか。保健体育。え、何の関係がえ、びっくりするぐらい意味がわからないんだが。どうするんだいこれを。あ、なるほど。あの、防弾チョッキみたいな感じにしたってこと？じゃあ、それでいける？おでこに来られたら意味ないよね。おでこに来られたら意味ないよね。え？じゃあ、やっぱりあの男の子の後ろの巨大三角定規が必要なんじゃないの？絶対に、あれが必要になってくるんだと思うのだけど。え、じゃあこれをこの男の子に渡せないな。あ、じゃあこれはこの男の子に渡しておらんくなるやろ。で、これをゲットして、で、これをお腹の中入れる。で、これを持つ。で、いけるってこと？どや、これで。お、ほら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 。おー、すげえ。殴ったとこと全然違うとこにタンコブができた。あ、これでもうあのなんかモテそうな男の子の方が何もしてないパターンになったんやね。はい、ステージ15、君のぬくもり。これは？僕の椅子が女子に使われてる。嫌じゃないけどないと困る。あー、なるほどね。あー、なるほどなるほど。そういうのってまあよくある、よくあったよね学生の頃。あれ、私の椅子めっちゃ使われてるんすけどみたいな、これ揺らしよったらなんかなる何もならん。でも揺れるってことはなんかありそうやけどな。めっちゃ盛り上がってる。こういうのね、あの、自分の隣の席がめっちゃなんか人気者とかやったりしたら、すごいなんか、隣の席でめっちゃ取り囲まれとるみたいな。戻りづらいよね、なんか。ね、なんかこれ座る、なんでこんな吹き出しみたいになったん？いや、座れんやろ。え？なんで、え？どういうこと？授業始まっても椅子ないの意味わからんくない？あの、座るっていうボタンが吹き出しであることには何か意味があるんかな？これで消せるとか。
や消せねえな。これが揺れるのがやっぱ気になるんよね。あ、消すのを手伝ってあげる。なるほど、それで時間稼ぎね。黒板なんかなんでこんな跡ついたの、すごい気になるんやけど。あ、で椅子を使う。え、これに座るってこと、目の前で。めっちゃこれ見よがしやん。返せって言えやなとしか思わんくない、相手の子。一応じゃあこれで座る。なんか嫌な感じな気がするけどな。ほら、やけんさ、なんで授業始まっても椅子返してもらえてないんよ。意味がわからんやんか。どうすればいいんだ。まずこれを消す。連動していろいろと取れるところはね、絶対合っとると思うんやけど。ん？あとは？その子にそれを。それはそれでなんか嫌だな。え、それはそれで嫌やけど、これで OK なんかな。確実にあれ、スカート床につくことない？別にスカートぐらい床についたって感じ。ねえ、いいけどさ。いいけどさ。ステージ16、刺激的な表紙。買いたい本の表紙がちょっと恥ずかしい。店員さん女性だったら嫌だな。ああ、なるほどね。ふんふんふん。グラビアアイドル。え、なにこれ、何をしたい感じ？ちょっと意味がわからないんだけど。成人向けは絶対いかんやろ？え？でも欲しいのはこれなんやろ？じゃあ行きなよ、普通に。男の人よ、店員さん。なんか横におるな。なんか横で動いたな。ん？おでんの蓋は取ったけど、あとなんかできること。あ、女の人になっちゃったけど。女の人になっちゃいましたけど、逆に。じゃあそっちの作業早く終わらせてくれる？お弁当とか届いたんやろ？あ、おでん。え、何？仕込む？おでん。はい、おでん仕込んだ。で？あ、なんか買いに行った。おでん。おでんください。あー、なるほど。このお客さんがおでんでちょっと時間がかかるけん、レジお願いしますってこと。で、これで OK？ うちに最初スッとさ、カウンター行っとってもこの男の人やったんやないん。え、それともあれか？その、この男の人のところに行ったタイミングで業者さん来たかな？ステージ17、二人三脚プラス1。プラス1ってそういうこと、余っとんか。いや、でも入るなら男の方やろ、確実に。どっちのグループに入ろう。え、こっちでしかないと思うけど。え、だってね、身体能力とかそういうのを鑑みても、男子が女子側に入ることって現実的になくない？それ体格的にはまあ女子側な気もしなくもないけど。いや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 、足縛れ、ちゃんとパチーンって弾け飛んだよ。え、じゃあ女の子側なんすか？これね、二択でしか選べんよね。じゃあこっちは？え、でもこれ女の子と肩組むことになるよ。大丈夫？この子、ほら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 、ダメやん。え、じゃあどうすんの？第三の選択肢どこかにあった？
高速移動？そんなことができる？高速移動。あ、あ、なんかこれでどうするの？あ、もうそれ高速移動とかじゃないんよ、分身なんよ。分身の術なんですけど。いや確実に何あれってなるやろ。怖い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 。現実的じゃなさすぎて怖い。クリアなのか、絶対思いつかんやんそんなの。ステージ18、ブラックは大人の味。私は未だにコーヒーというものが全く飲めんけんね。ブラックとかミルクが入っとるとか関係なく。お、これでなんだ、入れるのか。何、ブラックが飲みたかったってこと。なんか拗ねとる感じやね。え、じゃあ別にそのまんま飲めばよかったたんじゃね。めっちゃなんか怒っとるけど。じゃあね、別に何も余計なことせずに、とりあえずこれ取っとけばあの子は何もできんけん、もうこれで飲めばいいってことかな。飲めんのかい。なんだよ、何がしたいんだよ。飲みたかったけど無理なんよね。じゃあなんだ、どうするんだい。でも他にタップできるところとかも別にないんよな。ブラックコーヒーを飲んで大人っぽいところを見せたい。見せたい。ってことはブラックコーヒーを飲むのは飲むのか。ミルクとか取らずにそのまま、なんかあれや。で、これなんか、ベルのマークあった。あ、なるほど、これボタンなんや。ガムテープかなんかかと思った。何しにあるんかは知らんけど、ガムテープかなんかかと思いよった。じゃあ何？これで呼べばいいのか？呼んでどうするんやろ。あ、他のものと一緒にってこと？あ。なるほど、バニラアイスでごまかす。かっこよくないけどな。明らかにごまかしてるの分かるやん。かわいくはあるか。ステージ19、話すきっかけ。これ同じ本なんじゃない？ほら、じゃあその本をきっかけに話しかけろよ。話しかけるチャンスだけど席は空いていない。あ、なるほど、席が空いてないのか。何今の。無言の圧力、早くのけよって。なんだなんだ、何かしら。あ、これで怖がって逃げていかんのかい。これは、いやいや、なるほど、これでうるさいって追い出されるわけやね。出て行きなさい。本持っていくんや。気に入ったんやね。さあ、これで、話のきっかけを。私、図書室とかでも、なんか見知らぬ、見知らぬではないんかな、これは。友達以外が隣に座ってくるのめっちゃ嫌なんやけど。だいたいああいうの一個ぐらい空いとることない？知り合い以外が座っとったら。ステージ20、お化け屋敷。だんだんなんか
何がしたいんかが全くわからんくなってきたんやけど、なんか刺激関係あるんかな。刺激回避っていうやつやったよね、これは。これ倒れとるの気になったけど全然関係ないんや。女子とお化け屋敷、怖がらずに出口までエスコートしたいけど。これなんか隠れとるよ。あ、消えた。あ、これ消してく？消したら暗くなるかな。あ。え？おらんくなった。進む？うわー、後ろから追いかけてきてるんですけど。いや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 、先に逃げんな。あ、これ続くんや。なるほど。閉める。え、怖い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 。え、なんか、つっかえ棒みたいなんできんの？え、怖いって怖いって。ドスドスやるのめっちゃ怖いって。これ絶対つっかえ棒で、え、怖い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 。え、なんか、大きくなってきた。あ、進めた進めた。何？呪い？なんかここから現れそうな気がする。え？これ火全部灯したら何かを、え？何何何？お？なんか順番があるんかな？どういう順番？長い順？あ、こういうこと？あ、鍵。え、これ開けていいの？開けていい鍵？めちゃくちゃお札貼って封印されてる感あるけど。あ、出口ってこと？あ、そういうこと？出口から出るのに謎解きがいるってことか。浮かれてんな。楽しそうだな。え、なに？取り憑かれてます？え、なになに？なんか怖い終わりやったけどよくわからない。